まあ、建築が魂の入れ物だとしたらね、その人生に必要なものだってことです。魂の友達みたいなものが絵とかフィギュアとかモビルとか、共通点っていうのはいずれ魂の問題だっていうふうに僕は思ってる。なんでモビル作ったのかって、でそれはもう子どもの時代に夢の中で泳いで学校に行って泳いで帰ってきて空中をね、それはもうとても楽しかった。空中を泳げるっていうじあのことを形にしてみたいっていうふうに思ったのね。重力に閉じ込められてる人、真逆の世界がそこにあるっていうことですね。現実ではない、だけどその心の中ではそれを要求してる、そんな浮遊感。手で遊ぶものを僕は作ってる、あるいは街の中で見る彫刻は見るだけ、見させられるだけっていうふうに、つまり受け手になってるけど、小さいものは遊ぶために小さい必要がある。 まあ小さいものは可愛いわけですよね。で、可愛いって感情を起こすことっていうのは悪いことじゃないですよね、人がね。僕が作ろうとしてるのは詩的な瞬間、美しい瞬間なんですよね。外を歩いていろんな人に出会って、それぞれ皆美しい瞬間を持ってるっていうことに気づいた時に、家に帰ってすぐそれを作ろうという電車の中あたりがワクワクするんでしょうね。工作少年から絵描き青年になって、で建築青年になって、建築都市をいじくりサイズどんどん広がっていったんだけど、それが途中からどんどんサイズを下げて小さくしているっていう経緯を思うと、今までいろんなスタディもしくはプロットをこう確認してきて、さあこれから本当に私は作品を作るんだなっていう気持ちが今ありますね。